じゃあ今から今日2回目のいちごちゃんの栄養補助を始めます。これは何だったっけな、アイディーローファット。今やってるのは、まあ、アイディーローファットという、まあ、ちょっと消化器が弱っててちょっと脂肪分の少ない消化器病のご飯ですね。でなぜこれを使ってるかというと、もしかしたらこの子水分があるかもしれないんで、まだ結果来てないんですけど、それでまあ一応アイディーローファット低脂肪の消化器病のご飯を、もともとドライフードなんですけど、ちょっと粉にして、でそのドライフードを何だっけな、例えば 10g に対してお湯を 20g 足して作ってます。で今 これで全部で何 g だっけ、 40g の、 アイディーローファットを流動食にして、まあ1234もありますね。本当に200大きさが違うから160cc あります。で、まあ、この子はちょっと気に入らないことがあると怒ったりすることもあるんですが、幸い流動食やるときはなんとか口の中に入れれば、なんとか食べさせれば食べてくれるかな。ただまあそう簡単ではないですね、この子の場合は。で、まあ、とにかく食欲がない子の場合にこの栄養補助をやるというのはとても大事なことで、どんな病気でもそうですけども、まあ、小腸で何か詰まってると、そういう子は栄養補助はできないです。もうそれがすぐ手術になるんですけども、内科的な治療をしていく場合にはこの栄養補助はすることによって、まあ、その子の、まあ、栄養は補強されるわけですから、胃腸も、まあ、吐いたり下痢したりしたとしても動きますんで、いろんな薬もよく効いてきますし、吐き気さえ止まれば、要は吐き気を強力に抑えるような処置をしながら、なんだっけな、栄養補助ご飯を食べさせます。その方が早く良くなると思います。じゃあ今2本目です。おそらくまだあと5分から10分かかると思いますので、動画はここで止めます。はい、頑張ってください。